はい、こんにちは。田中みやびです。私ですね、フリーランスでライターやテレビリサーチャー、構成作家、翻訳家などをやってるんですけれども、今日はですね、発信することの良さということについて語っていきたいなと思います。この発信っていうのは、こういった YouTube であるとか、X、Instagram などなどの ソーシャルネットワークでもいいんですけれども、えー、そういったところであの日々、えー、発信していくことの、えー、良さについて語っていきたいなと思っていてあの私ですね、えー、実は「ミョート」っていうメディアであの毎日、えー、1,000字ぐらい、えー、書かせていただいてるんですけれどもそれを始めたのが、えー、今年の3月の終わりぐらいで。 まあ、大体今210フォロワーぐらい、えー、フォローしていただいている形なんですけれども、えーの、そのノートを始める前、ノートの毎日投稿を始める前は、まあ、17人ぐらいだったのが今、えー、そのぐらいの数に伸び,伸びていただいておかげさまで。で、あの、別にそのフォロワーが伸びたからどうこうという話ではなくて、あのー、まあ、 発信していくことでなんかアウトプットって言葉に言い換えてもいいんですけれどもえそれを繰り返していくとなんか自分の中にすごいえ心というか心にも脳にもすごくいい影響があったなと思ったんでえのどんな影響があったかっていうとまあその脳が結構暇をすることがまずなくなったっていうかそういったところがあるなと思ってて。 あのーまあ、毎日投稿するっていう稼いを自分に、えー、設けたので、あのーまあ、どこにいても仕事をしていても、えー、日常生活の何をしていても、まあ、ちょっと出かけた時とかも,もちろんそうなんですけれども常に「あこれちょっと今日のノートに使えるんじゃないか」っていう、あのー、引き出しというか「えー、あこれ使える」っていうような何か実はネタを探すような、えー、頭になってくんですね。 それはもうニュース見た時でもそうなんですけど自分だったらこれをこう考えるなとか自分だったら今見た現象街で見て見た現象をこう捉えるとか今この日常生活ってこういうで起きたことってこういうことなんじゃないかって置き換えられたりとかそういうふうにその脳がどんどん思考を働かしていくんでなんていうか自分で言うのもすごいおこがましいんですけれどもなんかすごい自分の思考力がちょっと脳と始める前よりはすごく高まったんじゃないかなと思っているんです。 であのー、なぜその発信という言葉にしたかっていうとそれだったらただアウトプットして日記につければいい,じゃい,いだけの話じゃないかと思うかもしれないんですけれどもその発信することによって、あのー、自分と違った考え同じ物事に対する違った考えっていうのを世の中,、えーあのー、世の中から、えー、取り入れることができると思うんですよ。あのーまあ、例えば、えーあのー、ノートって好きいあの YouTube で言うと高評価グッドボタンと同じ機能があるんですけれども それが突きつくことによってあ共感してくれてるんだっていうことにもなると思います必ずしも共感してくれてるわけじゃないかもしれないですけれども、えー、共感してくれてるっていうことの表れでもあるから表れでもあるのであ自分の思ったことに対してこれだけの人があの評価してくれているしこれだけの人が見てくれているんだっていう指標にもなるしそのフォロワーが増えるとあこれは自分の応援してくれる人なんだというふうに捉えることもできるんで。 そうですねあとはまあたまにコメントをいただくこともあるんですけどそれは自分の反対意見だったりとか、えー、あすごく賛同しますっていうような意見だったりとかそういうこともあってなんかうん自分のあこの人はこう考えるんだとかあこの人は私と全く同じ意見なんだって、えー、思うこともできてまあ今までそのこれってすごく なんていうか、えー、孤独への対策にも、えー、いいんじゃないかなと思ってる部分があるんですね。まあ、30代40代、えー、になってくるとまあ人によっては、まあ、ご家族がいる方でも、えー、そうでなかったとしてもまあ孤独っていうものを感じらっしゃる方って、えー、増えてくるのかもしれないなと思っていてまあそういった時に、まあ、そういう方こそなんか 中に閉じこもってしまったりする方って多いと思うんですけど逆にそう言って逆にその自分の状況というかこういった発信活動っていうのを行っていくと先ほどお話しした「いいね」とかでもいいんですけれどもまあ共感であれとかまあ例えば「いや自分は違う意見を持っている」みたいな形でコメントが来た時であれとかまああらゆる反応を得ることによってその 孤独の解消にもつななながるんじゃないかなと思ってるんですね。まああの下手にそのいろんな人と話したりとかするよりもまあもしかしたらそのバーチャルな関係で緩くつながりながらやり取りし合うっていうことってあの自分の先ほど話したように脳にもいいと思うしあのコミュニケーション上辺だけじゃないまあ友達とのコミュニケーションは上辺と言ってるわけではないんですけれどもあのまあ ネット上にはならではのその本音っていうものが本音のやり取りっていうのができるかできると思うんでそれによってまあ新たなつながりっていうのができたりとかもすると思うんですよえなのでそれはまあすごく孤独の解消孤独感に悩まれている方とかだったらまあ孤独の解消にすごいつながるんじゃないかなと思うのでえそういう意味でも発信活動ってあえてその日記とかじゃなくてまて可能であれば SNS 上でも鍵とかもつけずに、まあ、もちろんあの立場上、えーほえー、鍵をつけないといけないという人もいると思いますしその使い方というのはやっぱり人それぞれなんで、えーまあ、それをやるかどうかは、えーまあ、その人次第なんですけれどももし可能であるならばそのオープンにして発信していく。えー、それも、あのー ちょっとやそっととかじゃなくて、まあ、定期的に、えー、つぶやいていくというか、えー、投稿していくというような形がすごく、えー、いいんじゃないかなと、えー、思っています。えー、あとですね,そうですねあのちょっと一つ、えー、言いたいことがあって、あのーまあ、今の若い子たちの間ではそういう考えって全然ないとは思うんですけれども、まあ、特に僕とかが、あのー、ネットが、えー、生まれネットがネット黎明期の頃に 中学生とかだったんで,、あのーでまあ、当時のネットとかだと今全然あの発達してないから今みたいにこう自由に発信できるような環境じゃなくてそれが整ってきたので僕がようやく、あのー、大学行った頃とか大学院に入った頃ぐらいだったんでやっぱりその、えー、名もなき人間が何かブログを書いたりであるとか発信したりであるとか、えー、っていうのが、まあ、ちょっとシビアな目で。 見られる雰囲気ってあった風潮ってあったと思うんですよなので今ちょっと、えー、もしかしたら僕の年代以上の方で同じように今思っていらっしゃる方っていると思うんですよ。えー、まあその気持ちってすごいわかるんですけど、まあえー、ただその発信している人たちをなんというかちょっと言葉を選ばずに言えば茶化すような目で見たりであるとかなんかそういうような ことを言ったりとかっていうのは、まあ、ちょっと時代的にも合ってないと思うし。なんとか、そういったって、その、まあ、やる気の芽を摘むような、もうそんなつもりじゃないとは思うんですよ。そんなつもりじゃないとは思うし。ただのそのコミュニケーションの面白い、い、いじるコミュニケーションの一つでやってると思うんですけれども。それによって、その。 ちょっと発信することに抵抗を覚えちゃう人っていうのがいたりすると思うんでまあそういったカルチャーっていうのはなるべくなくしてった方がいいんじゃないかなと思うんですもちろんその内容があまりにもっていうんだったらちょっとこれはっていう部分はあってもいいと思うんですけれどもただそのまあちゃんと配慮してネットのマナーとかに配慮して周りにも配慮してやってる方々に対してまあ そういった、えー、なんか,こうかすような目で見たりとか,なんか過度に誹謗中傷したりとかっていうのはちょっと時代的にも、えー、先ほど申し上げたように合ってないし何ていうか、えー、そういうのはあのー、逆にその、まあえー、気持ちの面で、あのー、人を、あのー、傷つけてしまうことがあると思うから。 まあなるべく控えた方がいいんじゃないかなと、えー、私自身は、えー、思っているのでもしそういう目にあったとしてもあの発信されてる方は、えー、なるべくめげずに、えー、気にせずに続けていくことが、えー、一番いいと思います。ち、まあえー、茶化され茶化してくる人たちがあなたの、えー、活動というか人生の責任を負ってくれるわけじゃないと思うんで。 あのまあ、なるべくあの、まあ、気にせずにもちろんそのハードルって高いしプレッシャーって大きいと思うしなんか恥ずかしいって気持ち大きいと思うし今も,僕,も僕自身もその気持ちを抱えながらやってる部分あるんで、まあ、でもあまり気にせずにやっていけるとやっていくとまあ、えーまあ、いろんなつながりとかできたりとか自分の脳にもいいし孤独感の解消とかいろんなメリットあるんじゃないかなとデメリットよもメリットの方が大きいと思うんで。 えもし興味ある方、えー、まあ登録者がすごい少ない僕が言うのもおこがましいんですけども、えー、やってみてはいかがでしょうかということで、えー、今回の話はここまでっとさせていただきます。えー、ご覧いただいてありがとうございました。えー、もしあのこのチャンネルが良いと思った方、えー、い,い,ねのひょいいねの方とか登録の方よろしくお願いいたします。それでは。